は初めてのハワイということで、はい、アイドリングでまさかハワイに行けると思ってなかったの で、ね、もうみんな撮影もプライベートもいっぱい楽しんだので、うん、もう超むぎゅっと仲良し感が出てる写真集になってると思います。アイドリングで写真集を出すっていうのは1年に1回の大イベントなんですよ。でその中でもメンバーの中でもまだ個人的に写真集とか出してない子とかいたりするので水着姿が全員いるっていうのは貴重だと思うのでそこを楽しんでほしいなと思います。河村さんのことですよね。そうなんです。確かに梅子とか朝日のことだよね。梅子と朝日だけ、ね、梅子と朝日のことだよね。その2人だけじゃない、むしろでも実際そんな見ないでほしいそうなんですよね。慣れてないもんね。すみません。やっぱりいつもそのアイドルっぽいことをしてない分ちょっとアイドルっぽいところもある写真集だったりするのでそこをぜひ見てほしいなと思います。酒井です。じゃあ多分1枚くらい私の胸がむぎゅっとなってると思うんで。酒井さんね、酒井さんのページ、そうそう、表紙はね梅子の頭で隠れちゃってるんですけど、中身に1枚くらいは私の胸がきっとむぎゅって中心に寄ってるのがあると思うんで。頑張ったねあれね、すごい頑張ったショットがあると思うんでそこを見てほしいです。酒井さんごめんなさい、むぎゅっとしていただけますか。酒井さんそのポーズしてよ。そのポーズして、ちょっと待ってください。ちょっと待って、これ、あ、いけるか、あ、実際そんなないですね。どうやってか、あんまり寄ってないんですけど。縦線が出ない。ゴリゴリしちゃった。ゴリゴリしちゃってるんで。詰め物してないから今。細マッチョなんですけど、坂さん。細マッチョで。なんなかった。ちょっと脱中の的な。脱中の。こういうつもりがいけるじゃん。すごいな。今回松野さんがこの本の下のところに水着わらわらわらってコメントしてくれるぐらい、なんかいつもバラエティで頑張ってる私たちのガチなアイドルな部分がちょっとむぎゅっと詰まってるんじゃないかなと思うんですけど、個人的には小島ちかの胸のむぎっと感がすごかったのであれはすごいな、注目してもらいたいです。爆弾だったやばかったね。なんか乗ってたよね、テーブルに乗ってるショットがあった。あーすごい、本物はぜひ見てほしいです。自信ありますからね。今回はそうですね、前回は沖縄で行った時は5期生が入ってすぐだったのでまだ慣れない中での撮影だったのですごい緊張したんですけど、今回ハワイはもう結構1年経ってからぐらいの撮影だったので、先輩ともすごい仲良くなれてからの撮影だったのですごい楽しい撮影でした。先輩にいじめられたとか。いやいやいや、なんてことなんですか。いい質問じゃないですか。ちょっとここでちょっと聞きたいよね。いじめられた、裏でこんなことがありました、ね、やりましたみたいな。カレンちゃんだって梅子と同じ部屋ね。そうなんですよ、人気のない部屋。なんかカレンちゃんさ結構うちの部屋来てたよね。来てますよ、ね、ちょっと待って、本当にいいことカレンちゃんめっちゃ来てたよ。なんか人気がなさすぎて悲しくなっちゃったので、梅子とカレンちゃんの部屋が人気がなさすぎて、メンバー内の人気がなくてなかったので、やっぱルリカさんとユーナちゃんの部屋だったら絶対人気あるなと思ってめっちゃ来てたよ、ずっといましたよ前。梅子一人だった？うん、めっちゃ快適だったなと思ったんですよね。あれでも一緒に初日とかは一緒に初日だけ、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 初日でもう無理だって来たんですよね、多分。あれ、来年しないの？いつ人気出んだろうな。来年こそはね。来年こそか。人気のある部屋ね。収録を兼ねて行ってるので、その収録に向かうその船の時に海で本当に本物の野生のイルカを見たんですよ。あ、見た。それがすごい感動しました。最初サメかと思って、もうガチでびっくりしたんですけど、イルカだったので、ね、みんなで。超近かった。超らしいですよね。あの体験はすごかったです。撮影が一人だけ早く終わったんですよ、うんうん、だからみんなとまた時間が違うから、でみんな待たなきゃいけない時間はなかったわけ、自分的にね、はい、次の撮影があったから。で一人で帰ってくださいって言われて、一人で船乗ったほんと、島みたいなとこ行ったじゃない、船乗ってなんか孤島みたいなとこ行ったんですよ、はいはい、そこで撮影が早く終わっちゃって、川村さん一人で帰ってくださいって言われて、一人で船乗って帰ったんですよ。現地解散。梅子さん何でそういう感じで、そこにバスがあるからって言われて降りたんですけど、バスなかったんですよ。で野生の鶏に超絡まれました。めっちゃ怖かった。あれ。泣きそうだった。わかんない。なんで鶏に。なんでなんだろう。
ね、現地の鶏ってすんげえ凶暴なんですよ。こんなと探しててさ、めちゃくちゃ怖かったんだよ。なんで梅子はそういう感じなんだろうね。わかんない、いつもなんか変なことがありますね。